ロンドン愛観覧車は大きな車輪状のフレームの周囲にゴンドラを取り付け人を乗せて低速で回転させることで高所からの眺望を楽しめるようにした乗り物1656年の旅行期後方に人力で回す遊具がある1893年にフェリスが設計したシカゴの観覧車観覧車の原型は18世紀初めモスクワに 登場したロシア帝国貴族の遊具であり、あらかじめ車軸に巻きつけてあったロープを人力で引っ張るものであった。さらに17世紀には木製の大きな輪から垂らした鎖に人が乗って、この輪を人力で回すという遊具が、オスマン帝国領のブルガリアにあったことが、西洋からの旅行者などの記録に残っている。現在のモーター駆動による機械式の観覧車は、 1893年にアメリカ合衆国の技士、ジョージ・ワシントン・ゲール・フェリス・ジュニアにより開発されたものであり、シカゴで開催されたシカゴ・万国博覧会のアトラクションの一つとして建設された。これはパリのエッフェル塔に対抗して作られたものであり、直径75.5メートル、2160人乗りと、当時としては巨大なものだった。 1995年に再建されたシカゴネービーピアの観覧車は直径も42メートルと小さなものになっている。モーター駆動式は長らくホイールの中心軸にモーターを仕込んだものであったが、この機構は振動や強度の問題から観覧車の大型化の足かせになっていた。巨大観覧車の建設の講師となったのはホイールに取り付けたガイドレールを タイヤローラーで挟み、そのタイヤを回転させて、ホイールを回す、タイヤ駆動式の開発であった。タイヤ駆動式は静音性が、それまでの駆動方式よりも優れ、中心軸にかけてもいい負荷が多くなり、理論上は、形状が変化するベルトを使用する観覧車も、製作できる。ロンドンのグレートホイール。94メートルで1895から1900年まで。 世界で一番高い観覧車だった。数値は、全校歴代で高さ世界一となったものは、水色の背景、かつ高さ世界一でも移転したのものは、緑色の背景ワンダーホイール日本の観覧車の、歴史では1907年4月、東京、上野で開催された東京観業博覧会のものが、有名である。これが、日本初の観覧車とされていたが、 福友子の研究により、1年前の1906年5月に、大阪、天王寺公園で開催された、日露戦争戦勝,勝記念博覧会で観覧車が設置されていたことが確認された。その後の調査でさらに、天王寺の観覧車は、1ヶ月半で解体され、翌年、上野の東京官業博覧会に移設されたことが判明した。この博覧会では、 大阪から移設された一台に加え、電動式観覧車一台も設置されていた。日本では、明治末期の1906年から1911年、蒸気を含む動きの観覧車が設置された。かつて、これらはすべて輸入されたと見られていたが、福井は、前始めが国産だった可能性が高いとの見解を示している。理由としては、1907年7月の、 東京日日新聞に観覧車を製造したい石川島造船所と営業人の間での訴訟を伝える記事が掲載されていること。1910年に福岡市で開催された共進会を図柄とした絵はがきで観覧車の支柱に若松徳永鉄工所製造という文字があること。ゴンドラ内に椅子がない構造が動きに共通していることを挙げている。 イルミネーション点灯機能を備えた観覧車は神戸ハーバーランドモザイクガーデンのワンダーホイールが世界初である。現在この機能は多くの大口径観覧車に搭載されるようになった。世界初のビル一体型の観覧車が登場したのは1998年大阪のヘップブであり10階建てビルの7階が乗り場になっておりビル屋上を越えて 最高点に達する。他に横浜モザイクモール、アミュプラザ鹿児島未来長崎ここ多くにも同じタイプの観覧車が存在する。2016年時点営業している観覧車で日本最大のものは2016年に開業した大阪府のエクスパシティ内にあるレッドホース大阪ホイールである。日本最大の観覧車の変遷スカイドリーム福岡。 営業当時日本最大であった。プラーター公園の大観覧車、アメリカワンダーホイールメルボルンスター。ありがとうございます。